してどちらが重いのか、シーソー対決スタート。これもだって座ってる時点でスカート破れそうなんだもん。やめろ。やばいやばい、ちょっと行かせてもらっていいですか。ちょっとレナちゃんも、レナちゃんも大変になってるでしょ。ちょっと行け。今回の企画を説明。一番重い人を決めるんです。 AKB グループ、 AKB グループの中で誰に、ね、か残念なことなのか、大場みなみさんが、大場みなさんがエントリーされました。してないです。代表ってこと。代表嫌ですよ。なんで、え、いいんですかそれ。え、もうしんどいですよ。決まっちゃったの。ゆうくん、なんで今日に限ってこの3人なんですか。もう完全に嫌がらせですよね、これ。ほのちゃん連れてきた時点で嫌がらせですよ。スタイルいいね、この子。だって並んでみますか。並ぼうじゃん。やばいよね、これ。並ぶ以外がいらんじゃん。やばかったでしょ。違うって、それとそれとこれと、この話違うでしょ。並んで。違う、待って。してんのよ、としてどうなりたいのよ。いやだってレナさんが厳しいんですよ。さっきのみたいに水の投げ出し方ね。あれ本当にテレビだからじゃなくて普段からすごいんですよ、マジで。もう今日って久しぶりに会った瞬間に少しでも太ってようものならば、あんた何食べたみたいな。午前9時、お店の前には今回の挑戦者の姿が。もう本当にこんな企画をやってしまったらレナさんに怒られますよ。SKE が本当に。そういうやつ欲しいから。ゆるいの履いてきた、ちゃんと。何ゆるいのって。これ大変だよ、多分。ギリギリ。ゴムのおろしにしてもらいなさいよ。ただついたじゃないですか。わかります。最近のやつです。いやいや、嫌な顔。今日めっちゃ言われるんですよ。めっちゃ言われるんですよ。ファンの人に。はい、デブ。新人キャラって言われます。痩せたいですもん。ダイエット経験はありますよ。お、辛いです。うまくいかないとか。うまくいかない。あ、でもあの我慢を覚えたんですよ。無意味な時に食べなくなった。なるほど。おばちゃん、おばちゃん、ね、取られてましたよ。いや、マジで本気、これ本気でしたね。BLT だよね。BLT で2000字やってもらうのは相当ビッグネームじゃないと。あ、さすが冷静。お前ごときが、お前ごときが取り上げられないんだよというね。能年レナちゃんとか北川景子さんみたいな。おばちゃん、まずそこで疑わなかったの。え、こんなビッグな雑誌から来たのっていう。いや、なんかありっちゃありかなって。あー、乗っかりましたね、ずいぶん。ということで正解はケーキ。検証は無事終了と思いきや、いけ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 、ということで正解はケーキとカツサンドです。